んの歌をすごい大好きなんですけども、残念ながら今日はチコです。我慢してください。はい、ということで、はい、チコです。改めましてどうもです。はい、はじめまして。ありがとうございます。はい、はい、チコパートもガツガツ歌っていこうかなと思います。サクサクいきましょう。1曲目お願いします。はい、やろう。違うよ。ごめんなさい、普通に私の大好きなスレイヤーの曲で、ゆうちゃんのリクエストいただいたので、今日はスレイヤーの林原多めな感じでいきます。
今日私この会場に来るときに堺筋線の駅でオレンジの T シャツを着た2人組の後ろ姿を見たんですよね。で電車で違う方向に行ってしまうところを見てあーと思ってちょっと目線合うかなと思いながらじろじろ見てた方がまさか目の前に戻っていらっしゃったのでびっくりしたとか最初にあったんですけどすごいそうなんでございますね。ありがとうございます戻ってきてくださって。でですね今日はまあね、こんな格好してね、1曲目春日じゃないのかみたいな感じだったと方もいらっしゃったみたいなのでまあ春日の歌もね、せっかくなので今日はこれからのリクエストをいただいてで、まあせっかく歌うので春日の歌を歌おうかなと思いまして、持ってきた曲なんですけども聴いていただけると嬉しいです。皆さんガツガツ盛り上がっていきましょう。聴いてください、ゴッドローズ。心で
ことを私の時にしてくれるっていうのはすごい嬉しいと思ってます。ありがとうございます。ぜひぜひ、ありがとうございます。ぜひぜひ、もうこれからほーいほーいという感じで、ゆるい感じで待っていければいいなというふうにお知らせでございます。ありがとうございます。いやー、あったかいお客さんに囲まれて本当にね、今日のイベントはりゅうちゃんの人柄が現れるようなすごいあったかいお客さんばっかりで嬉しいなというふうに思ってます。そんなイベント出させてもらって本当にりゅうちゃんありがとうございます。どこにいるか私今見えないんだけど、ありがとうございます。